視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。今日は2017年の動画振り返り企画のパート2、2017年パクユーがこのパクユーチャンネルにアップした300本以上の動画の中から改めて、見逃してる人にはぜひこれ見ていただきたいという動画、今回は、2017年の5月から8月まで、この4ヶ月間にアップした動画の中から5本ご紹介したいと思います。まず1本目、こちらは5月30日にアップした動画です。激推しパーラーギターアヌエヌエ ANNM20 の魅力を語るっていう動画ですね。僕が最近歌ってみた動画で、ずっとこう使っているこのパーラーギター、ちょっとサイズの小さいギターですね。このアヌエヌエのギターをご紹介した動画です。たまに動画のコメントに、このギターについて、どこのギターなんですかっていう質問があったりとかっていうことがあるので、まだ見たことがないっていう人はこのギターに関してもしっかりご紹介をしてますので、ぜひこの動画ご覧ください。続いて6月10日にアップした YouTuber ってなんだ1年間毎日動画をアップして分かったことっていう動画ですね。僕がこのチャンネルで毎日更新っていうのをスタートしたのが2016年の7月からということで、6月7月にかけてはこの毎日更新1周年にちなんだ動画っていうのを何本もアップしていたんですね。その中の一つです。YouTuber って最近もう市民権を得つつある言葉ですけれども、一体どういう存在なのか、で僕は一体何なのかみたいなところについてお話しした動画です。ぜひ気になった方はまた見ていただけると嬉しいです。続きまして、7月11日アップしました2017年版初心者におすすめの DAW ソフトは、この動画、今年、一番の、収穫と言いましょうか、実はですね、昨日ついに視聴回数が1万回突破しました。ありがとうございます。実はねこの動画、何に関連しての動きなのかわからないんですけれども、11月ぐらいから、ニョキニョキとこう徐々に視聴回数が伸びておりまして、ついに1万回の大台を突破しました。僕が、DAW ソフト、デジタルオーディオワークステーション、コンピューターで の打ち込み、音楽制作に必要なソフトについていろいろ解説している動画なんですけれども、参考になったっていうようなコメントたくさんいただけていて、すごく嬉しいです。このパクユーチャンネル2年間やってきまして、視聴回数が1万回の大台を突破した動画っていうのはいくつかあるんですけれども、おそらくねこの動画以外は全部欅坂46というアイドルグループの楽曲を分析した動画なんですね。嬉しいのは嬉しいんですけど、たくさんの人に見てもらえて、で僕も好きでやってることなんでもちろん嬉しいんですけども、人のふんどしで相撲を取ってる感がすごい強かったので、ついにオリジナルに近いコンテンツで、視聴回数1万回っていうのを突破できたということで、すごく、嬉しいです。で改めてね僕この動画見直してみたんですけど、そんなにね間違ったことは言ってないと思うので、周りに、コンピューターでの、打ち込み音楽制作興味持ってるんだっていう人がいたら、ぜひこの動画進めてあげてください。参考になるんじゃないかなと思います。で7月は DTM 強化月間みたいな形で、この動画以外にも、DTM に関連する話題を、たくさん動画にしてアップしました。その辺の動画は全部 DTM 談義っていう再生リストにまとめてますので、気になる方はぜひ見ていただけると嬉しいです。また動画の内容に関する質問っていうのも随時受け付けてますので、それぞれの動画にコメントしてくだされば僕にはこう通知で、届いてコメントつきましたよみたいなのが分かるようになってますので、何か気になることがあったらコメントで質問をお願いします。続いて、4本目、7月19日にアップした、欅坂46のファーストアルバム真っ白なものは汚したくなる真剣レビュー
という動画ですね。これは先ほどもちょっとお話しした、アイドルグループの欅坂46の、楽曲分析関連の動画で、この動画は今年の夏に発売されたファーストアルバムについてレビューしたと。まあ、コチトラジバラジャっていう毎週水曜日やっている CD レビューの企画ともこう連動した、動画になっておりました。でですね、僕このアルバム結構酷評してまして、まあ、欅坂46関連の動画で、酷評をするのがこの動画が初めてだったので、なかなかね賛否両論がすごいことになっていて、まあ、その辺のコメント欄とか、あの高評価低評価のボタンとか、あの見ていただければわかると思うんですけれども、この動画何が印象深かったかと言いますと、ついにですね、あの某匿名掲示板に、パクユーの名前が、大々的に晒されるというようなことがありまして、まあプチ炎上みたいな感じですかね、になってたっぽいんですよ。まあ僕は時間差で、あのちょっと時間が経ってから、その事実に、気づいたというか、そういったことになってたっていうのを知ったんですけれども、なかなか面白い経験ができたなと。で、まあ僕このチャンネルで話してることっていうのは限りなく本音に近い形の話しかしないぞと、そういう風に心に誓ってお話をしてまして、でこのまあ酷評動画に関してももう自分の思ってることを素直に愛を持って、ぶつけてみたみたいな感じだったので、もちろんこう拒否反応を示す方も結構いたんですけど、思ってたよりもちゃんとこう意図を汲み取ってくれる方っていうのもいて、なんか良かったなっていうような感触もありました。まあちょっと考えたんですよね、あのうわこのアルバムダメだって思ったんですけど、あんまり悪く言ったらあのうわーってなるかなとか、あの思ったんですけど、いやここはブレちゃいけないと、あの自分の、本音をそのまま話して、それに対して、皆さんがこうしっかり受け止めてくださったというか、反応してくださったっていうのは、あのすごく良かったかなというふうに思います。そして、今回最後にご紹介するのが8月16日にアップした、コチトラジバラジャシャープ53、長渕剛さんのブラックトレインというアルバムをレビューした動画です。まあ僕この水曜日にやってるコチトラジバラジャっていう企画で、毎週 CD を1枚買ってるんですけれども、この企画やってなかったらおそらくずっと長渕剛さんの作品ちゃんと聞くことなかっただろうなと思うんですね。あのまあ僕フォークソングっていうのはすごく好きなんですけど、ちょっと畑違いというか、ちょっとこうあの路線が違うというか、長渕剛さんの作品って全然聞いたことがなかったんですけど、まあ聞いたことがなかったし、きっとあんまり好きじゃないだろうなっていう風に思っていたんですけど、今年出たこのブラックトレインってアルバムがね結構良かったんですよ。でなんかこの企画やってて良かったなみたいな、感じもあって、しかも、このレビューの動画にそこそこの反応があったと。視聴回数が、2500回ぐらい、なってると思うんですけれども、これはそのこの企画の中では割と、視聴回数が伸びてる方で、たくさんの人の目に触れて、しかも、僕この動画に関してもお前何様じゃみたいな、言い方で長渕剛さんのことを結構語ってまして、まあ本音で語ってまして、でもその内容に関しても比較的好意的に受け止めてもらえたっていうのがあのすごく嬉しくて、やっぱりまあ、やっぱり根底にリスペクトあっての発言とか、まあ、論評とかっていうのはちゃんと届くんだなみたいな、あのちゃんと理解してもらえるんだなみたいなところを、この動画でも感じました。あのすごく、作品自体もいい作品ですし、このレビューの動画に関しても結構面白いレビューができたんじゃないかなと思いますので、まだ見ていない、作品聞いてないっていう方はぜひぜひチェックしてみてください。ということで、2017年、振り返り企画のパート2をお届けしました。残るは、9月から12月、まあ最近の動画にはなってしまいますが、パート3の動画っていうのも近日中に公開したいと思っております。そろそろ
坊主の足音が近づいてくる感じでございますが、まあ、そこにもねしっかり触れていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの動画もお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。